自然保護区は生態系や地形、地質、水源などを保全、寛容するために設けられる区域である。一般に、先に関して何らかの特徴のある区域について、その特徴を保全することを目的に人為的な開発を規制するために設けられることが多い。自然保護区にはその目的や公設、施設の別などにより、様々な名称、故障、形態があるが、 主なものを一家で小説する。世界で最初に設けられた自然保護区は紀元前3世紀のスリランカであった。動植物の乱獲や人間生活がもたらす開発や廃棄物の投記等により自然環境の拡乱が進んだ近年以降、自然保護の必要性が認識されるようになり、19世紀の欧米を皮切りに諸国が、 国立公園制度による保護を行うようになった。現在、世界で最も大きな国立公園は1974年に設定されたグリーンランドのノースイースト国立公園である。また、最近では、自然環境に加え生態系を一体的に保護し、生物多様性を保全することの重要性が認識されるようになり、 かつては野生動植物の捕獲禁止に主眼を置いていた自然保護区のあり方も変化していく。例えば、ガラパゴス諸島のように外来生物を持ち込まないよう入島者に厳しい検疫をし、また観光客にはガイドをつけるよう求めるといった活動により全体が自然保護区として機能している地域もある。ラムサール条約は湿原を保全するために締結された。 国際条約である。水蝶の生息地保全が主目的で指定された湿地は、定約国により適正な利用と保全を実施することが求められる。海洋保護区は、海の生態系保全を目的とした自然保護区の一般的な故障である。漁業で乱獲され、または生態系や生息環境の破壊等により絶滅が危惧されている海洋生物の保全。 魚類ののの繁殖地地ななどの地形の保全がが主目的となる場合が多い国、地域の領海内であれば、管轄政府が、漁業や海洋開発、船舶の航行などを制限することで成立するが、日本では海洋保護区を明確に規定した方はない。また、国際条約がないため、公海上に保護区を設ける手段はないのが現状である。なお、2006年3月に開催された、 生物多様性条約第8回定約国会議にて公会上への海洋保護区の設定について協議が持たれている。世界遺産は世界的に普遍的な価値を持つものとしてユネスコ世界遺産委員会によって登録された地域、地形や自然環境などである。自然遺産の場合、実際の調査、評価は国際自然保護連合が行う。世界遺産に登録されることで、 対象地区への開発行為等に直接的な規制がかかるわけではないが、当該地区が将来にわたり継承されるために必要な保護管理等がなされていることも判定材料となるため、世界遺産に登録された地区は実質的に何らかの自然保護区となっている場合が多い。国指定鳥獣保護区、特別保護地区の表示鳥獣保護区は、鳥獣の保護繁殖を図るために、 鳥獣保護法に基づき設定される地区である。すべての鳥獣の捕獲が禁止されるほか、特別保護地区では埋め立て、干拓や伐採、工作物の設置など、野生動物の生息に支障をきたす、恐れのある行為についても、事前の許可が必要となる。なお、旧狩猟法では、金領区と呼ばれていたが、1963年に改正された。自然環境保全地域は、 自然環境の保全を目的として自然環境保全法に基づき国または都道府県が指定する地域である。指定地域では原則として開発行為が規制される。自然公園法に基づいて国が指定し国または地方自治体が保護管理する自然公園として国立公園及び国定公園がある。日本では 諸外国の制度に習って1931年に制定された国立公園法を期源とする制度で自然環境保全地域とは異なり自然公園では自然環境の保全に加える養増心を図ることも目的とされる生息地等保護区とは絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき国内気象野生動植物種の保存のために それらの種の生息、生育地を保護することが必要である場合に、環境大臣が指定する保護区である。天然保護区域とは、文化財保護法に基づく天然記念物の一つで、天然記念物を含んだ一定の範囲である。野鳥保護区は、自然保護団体等により設けられる野鳥の生息環境保全を主たる目的とした施設の 自然保護区の故障としてよく用いられる。最も大規模に活動しているのは日本野鳥の会である。同会では特定の希少な野鳥の生息地などで公的保護がかけられていない場所について開発業者等に所有権が移ることを回避するために買い取り、または地権者と協定を結んで保全している。1987年に 北海道根室市の単調生息地7.6ヘクタールを同会が買い取り保全したのが最初で、以降その数及び面積を広げ、2010年末現在で32箇所、計2870.8ヘクタールの保護区がある。なお、買収する際の原資は寄付均等によっている。また、他にも同様の活動を行っている NPO 法人や地方自治体等があり、 細かな規定はないものの、概ね同様の保全を、主目的として設けられる地区である。地方自治体が参画する場合は、長寿保護区に指定した上で公園としても利用される場合が多い。サンクチュアリは、聖域の意味から転じて、日本では主に自然保護区の意味で使われている。その主なものに、野鳥保護区と同様に、日本野鳥の会が買い取り保全している地区がある。 もっぱら自然環境の保全を目的としている野鳥保護区とは異なり、先に加え自然観察路や活動拠点となるネイチャーセンターなどが設けられており、自然公園として機能している特徴がある。1981年に開設された北海道、宇都内イ産口ありが始まりで、同会が募集する寄付金等を原資として運営されている直営施設と、 地方自治体などが保全している地区を委託されて運営される施設があり、2005年時点で日本全国に12カ所のバードサンクチュアリが保全、運営されている。ありがとうございます。